どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は新しいおもちゃ、デラックスエンマブレードを紹介します。このエンマブレードっていうのが、エンマ大王のブレード、剣なんですけど、映画妖怪ウォッチ第3弾で大活躍するみたいです。こちらのおもちゃ、単品でも音が鳴り、さらに光ります。エンマ大王になりきれる玩具ですね。見た目は赤色のカラーで、すごいゴージャスですね。グリップのところには、O って書いてる。セット内容を見てみると、デラックスエンマブレード1個、そして妖怪ドリームメダルのエンマ大王1枚です。エンマ大王のメダルめっちゃかっこいいね。これは必殺技の覇王エンマ玉打とうとしてるんかな。しかも種族がエンマ大王なんで、フレームが紫色です。遊び方その1、ブレードの音が鳴り、さらに光ります。このブレードのグリップの根元部分ですね、短く押すとジャギュイーンっていう音が鳴るみたいです。さらに長押しで光がたまり、スペシャル音も鳴ります。遊び方その2、ドリームリンク。デラックス妖怪ウォッチドリームのコアパーツを取り付けて遊ぶことができます。ちなみにドリームリンクをする前に、デラックス妖怪ウォッチドリームのデータをバージョン2以上に更新が必要です。ドリームリンクは2つのモードで遊ぶことができます。まず1つ目、ブレードモード。妖怪メダルをセットすると、ブレードモードだけの音声が楽しめます。そしてブレードのこのボタンを押すと、かっこいい音や光で遊ぶことができます。エンマ大王のパワー解放。もう1つのモードがチャージモード。妖怪メダルをセットして、こちらはコアパーツのボタンを長押しでチャージができます。これいつも通りですね、ルーレットスタートで当たりが出るとエンマの容器チャージです。で、このエンマの容器は妖怪ウォッチ3のゲームとか、クジガシャポンの妖怪ドリームルーレットと連動して遊べます。これは勝手な推測なんですけど、エンマの容器で妖怪と友達になろうって書いてるんで、これもしかしてエンマ大王と仲間になれるんかな。こちらのおもちゃ、発売日が2016年11月下旬発売予定、そして価格が3980円です。チェックイット。